はい。今回の動画は、エクセルで正しく時給を計算する方法をご紹介したいと思います。で、どういったことかというとですね、まあ、例えばですけど、今回で言うと、時給が1000円で、まあ、勤務時間としては5時間30分でしたと。で、この表からですね、このね、給与ですね、こちらを計算をしたいといった場合に、まあ、この時給とですね、この勤務時間をかければいいんですけども、じゃちょっとね、このままね、一回やってみたいと思うんですけども、じゃあ、イコールを入れて、まあ、今回で言うと、B の1、まあ、かける B の2と。 これででキーで確定します、はい、そうすると見てもらって分かるようにですねこのね時給1,000円 ×5 時間30分で、まあ、229という形でですね、まあ、おかしな数値で計算されてしまいます。 でこれをね正しくね計算するやり方としてはこの勤務時間のところですね、これがね今、こちら5時間30分というねこの時間の表記になってますけれども5時間30分だったら5.5とかで例えば5時間15分だったら5.25とかというような形で時間表示ではない形でですねこの勤務時間のところをですね入力をしておくとですね正しく計算されます。 でもちろんねそのやり方でやってもいいとは思いますしただこの勤務時間のところはねしっかりとこの時間のですね表示にしたいということであればこの計算式をね少し変えることによってですねこの勤務時間が時間の表記でも正しくねこのね時給の計算をすることができます。でやり方の方は簡単でね先ほどねこの B の3のセルのところですねこの B の1かける b の2という形にしましたけどもこの後ろにですねもう一つねかけるのね記号を入れてこのですね計算に24をかけてください。 これでエンターキーの方を押します。はい、そうするとね、見てもらってわかるようにですね、まあ、今回でいうと時給が1000円で勤務時間が5時間30分で5500円というですね、計算をすることができました。なのでこういったですね、時給とかをですね、計算をするときに時給と勤務時間をかけて、さらにそこに24をかけてあげるっていうね、計算のやり方もですね、覚えておいてもらえるといいと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。